はい、皆さんこんばんは。マッキーのドッカンレディオの時間がやってまいりました。本日11月、8日ということでですね、いやもう早いですね。僕の感覚ではなんとなくまだ10月のような、気がするんですけれども、そう、実はですね、なんと今日は、収録放送となっております。今日はね、10月本当は26日ですね。10月25日はね、野沢雅子さんのね誕生日だったということで、世界的孫悟空のドラゴンボールのね声優さんの誕生日だったんですよ。86歳のデイベテランですよね。もう本当にドラゴンボールがなかったらこの番組は多分なかったんじゃないかなって思うぐらいね、僕は思っております。さあ、ですね、前回のゲストが芸大祭の方で、いろいろジブリの音楽をやって、もらったと思います。もうね、まだ収録してないので、そうでしょう、おそらく。でね、過去のやつは、YouTube の方でマッキーの、ドッカンレディオと検索していただければヒットいたしますので、ぜひぜひ皆様よかったらね、検索してみてください。よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、今日はやっぱりね、久しぶりの、登場だと思います。それでは、ゲストさん自己紹介の方をどうぞ。お久しぶりです、コッスーです。コッスー、お久しぶりです。お久しぶりです。いやー、どれぐらいぶり？1年ちょい？あ、そんな経つ？経ってると思います。嘘？うん、そうかそうか、そうそうそう。だいぶ経ってますね。もうコッスーあれでしょ、お母様に。あ、そうです、ママになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。名前はパンちゃんで。じゃあパンちゃんで。パンちゃんでいきましょう。そうか、あの時はそうよね。あれからだから、そう考えたら本当に1年は経ってるんだね。そうですね、あの時まだ一応娘がお腹にいたぐらいなので、そうよね、目立ってなかったと。多分公表してないんですよ、あの時。してなかった、妊娠してますっていうのを公表してないから、多分見た目もあんまり分からなかったと思うぐらいの時だったと思います。うん、だから俺その数ヶ月後ぐらいになんか発表したんだよね。あ、そうおーと思った。おー、びっくりしましたすごく。そうか、だからあん時は何を話したっけな。ちょうど映画やってたので、ドラゴンボールスーパーヒーローズ。スーパーヒーローズはゲームや。あ、ゲーム。スーパーヒーロー。スーパーヒーロー。そうのね。そうだ、スーパーヒーロー、あなたあれでしょ、2回見に行ったんだっけ。2回見に行きました、妹と。いや、お友達と見に行って、で、あれ、あと1回は誰と見に行ったんだったかな。とりあえず2回、そう行って。スーパーヒーローね、めっちゃ面白かったよね。面白かったですよ。あの時まだ始まったばっかりだったから、映画があんまりネタバレとかもできなくて、そうよね。結構なんか当たり障りない感じで喋ってて、そうか。何日に公開、どれぐらい見に行った？公開初日に見に行きました。あ、一緒一緒。初日と。さすがですね。ありがとうございます。まずはおめでとう。イエーイ。そう、あ、もう今だったらもう全然スーパーヒーローネタバレできるね。全然いけます、アマプラでも配信してるから。ね、スーパーヒーローはまあまあもうめっちゃネタバレするけど、最初からまあセルマックスだったじゃん。そうですね、セルマックスで、オレンジピッコロ。はい、オレンジピッコロで、ご飯ビーストか。うん、いや、なんだろう、こうすごい面白かったんだけど、もちろん、なんかね、僕の中ではなんか納得してない部分もあって。ああ、そうなんですか。うん、強くなりすぎというか。それは確かに、どこまで行くんだろうって思いながら。じゃあ、だって悟空とベジータってめちゃくちゃ修行してるじゃん。うん、してますね。ピッコロはドラゴンボールの願いだけであんなに強くなるんだよ。確かに。今までのみんなの努力はどうなるのとかって思っちゃって。あ、それはそう。でシェンロンおまけ してたじゃん。はい、めちゃくちゃなおまけだったさ。うん、で
ご飯ビーストに至ったらご飯チートじゃんもはや。確かにあんな急に覚醒するってそう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  いやいや強くなりすぎでしょって、うん、今までだって修行をサボってきてたわけじゃないですか、うん、ご飯はずっとこの学問というかこの自分の本業の方に専念しまくってて、そうそうそう全く修行してないのに、うん、いきなりああやって切れるだけで そんな覚醒していいのか。そうよで多分悟空とベジータより強くなったでしょあの時って、うん、なってると思います。だから不思議でえなこれありとかいろんなものがあって、うん、でねブロリーもね出てて、あ悟空とベジータとね悟空とベジータと3人で修行をしてて、はいはいはい、でこれさスーパーヒーローではブロリーと悟空が戦ってるシーンってなかったじゃん。なかったですね。それ漫画ではあるのよ。へちゃんと悟空とブロリーが戦ってるシーンが。へーそうなんだ。そう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 。漫画がまさにスーパーヒーローで今セルマックスと戦ってご飯が覚醒したのかなそろそろ、うんうんうん、それぐらいの今。へーちょっと漫画も追いたいですね。いまだに買ってないな、うん、漫画は本当に何だろうトランクス5点してんだねスーパーヒーローは。へえ。だからその高校生になった、はいはい、トランクスを5点してんでそのなんだっけドクターヘドか、はいはい、ヘドとの出会いとか、うん、元々のでヒュージョンなんでヒュージョンしたのかとかいろいろ全部そのいろいろ描かれてるのがスピンオフみたいな感じで漫画はこうまた見れなかった部分を見てる感じで、あすごい気になる。であのねまあそうまあ今日ねあのコスをゲストで呼んだのはもう本当に緊急ですよ。そうですね例のあれがね発表されて例のあれですよ。ちょっとまあコスもね僕の周りの中ではすげえあのドラゴンボール好きな女の子で好きなここまで好きな人なかなか ありがとうございます。マッキーさんに言われると好きなキャラクター誰だっけ。17号です。あ今日17号じゃないね。17号ちょっと衣装が見つからず、うん、それ断念しました。なるほど。そうそう17号好きよね。17号大好きです。百式でもやってたよね。やってました。で18号もいたよね。そう18号もいましたあの時。懐かしいね。めちゃくちゃ懐かしい。ショーサーでビンタしたでしょ。あそう。懐かしい。そうそう、だいぶ手加減しましたよ。でもあれはでもあのショーサーずっといまだになんか言うんだけどコッスーのビンタが今までで一番痛かったって。すいませんありがとうございます本当に。だから多分あれかな、まあ、人造人間だから感情がないからね、うんうん、こうそうそうバーンとでも、まあ、翔さんもねすげえ嬉しそうだったし。それならいいんです。そうあのド M ですから翔さん。そうなの。そうあでコスはまあそうだちょっと話戻るんだけど、はい、あのやっぱお子さんが生まれてからどうですか生活とか。あだいぶでも、うん、あの変わったかな。最近ちょっとまた元に戻りつつあるんですけどやっぱり育休中、うん、今育休もいただいてるので、うん、あのお家にいる時間がめちゃくちゃ増えました。あなるほどね。そう外にあんまり出ない買い物とか最近は、まあ、あちこちちょっとお手伝いで回らせてもらってるから夜出たりするんですけど、うんうん、結構娘と2人の時間が長いので、うん、うんうんうんあのだいぶなんだろう、うん、運動不足ですね。体がなまってるぞ。体がなまってる。平和ボケしてますね。やばいです。平和ボケしてる。ちょっと覚醒しないかなって今。あするかもしれない。するかな。そうか。そうねだいぶそうね。じゃあもう夜泣きとかももう減ってきた。あもう全然やらないです。うんうん、夜ぐっすり。あじゃあもう。そう一回寝たらもう朝まで起きないです。あじゃあもういいね。あめっちゃ楽ですから。一緒に寝れるね。一緒に寝れます。へー子育てそうか。そうさっ、まあ、僕もちらっとね一瞬ちょっとだけ、ね、さっき見たんだけどやっぱなんかもうそろそろ多分空飛ぶ練習とかしそうな気はするしましたね。ねパンちゃんだったらもう飛んでますから、ね、あのぐらいの時期で。そう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 。
で、コスさ、ツイッターか、ツイッターだっけ、はい、ピッコロさんのなんかツイートしてなかった。あ、そう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 。たまたまなんですけど、あの、330沿い、ちょっと車止めて、駐車場に、うん、こう、330に向かって止めて、こう、ぼーっとしてたら、うん、まあ、人待ってたんですけど、うん、目の前をピッコロさんの格好した人が、小走りでこう、走ってくんですよ。うんうん、本当にびっくりして、うん、ちゃんとピッコロのお面もつけて、頭もちゃんとこの格好も全部ピッコロさんで、うんうんうん、えってなって、3度目ぐらいして、スマホ撮るのが遅くなって、後ろ姿しかちょっと撮れなかったんですよ。ね、なんか後から聞いたら、うん、この那覇のとある居酒屋さんで働いてるお兄さんらしくって。あ、そうなんだ。で、いつもこのピッコロさんの格好をして、うん、各地のマラソン大会に出場してるらしいんですよ。あ、そうなの。この方、そう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 、びっくりしました。でもでまあびっくりするよね。実は僕もあの人見たことがあるのよ。あ、そうなんですか。で、めっちゃびっくりして。どこで見たかな。黒馬とかかな、コハグラ。あ、そこら辺かな。多分だと思います。なんかあれ、ピッコロさんがいると思って、うんうん、夕方とかかな、うん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 、割と明るい時間まだ、そうそうそう、走ってるみたい、練習してるみたいです。あの格好で。あの格好で。いや、それは見るって。みんな見ます。一回ゲストに呼びたいぐらいだもん。本当にちょっと行ってみますか、あの居酒屋、ね、場所聞いたから。ドラゴンボール詳しくなかったら面白いよな。確かに、なんでじゃあピッコロ来てるんだって、うん、そう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 。あー、そうね。まあだからじゃあちょっと一旦ね、あの CM の方を挟んで、ちょっとまあもう今日もドラゴンボールデーですよ。はい。もうずっとドラゴンボールについてね、あの喋っていきたいと思いますので、みんな絶対ついてきてくれよな。なよ。オス、オラ、悟空、いっちょやってみっか。さあ、本日のゲストは、あ、コスです。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ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 、今日はね、ドラゴンボールということで、まあテーマね、意外とね、そのドッカーラジオはドラゴンボールをテーマにして喋ったことがあんまりないっていうね。そうなんですか。そう。そうなのよ。そう、7年やってるんですけど、多分ドラゴンボールの話って10回したかなぐらいです。やば、7年毎週やってて。そう、タイトルもたまたまさ、ほら、まさにロゴもめっちゃドラゴンボールっぽいよね。どっちが先なんだろう。さあ、ZZ ね、Z、うん、ちょっとスーパーに変えてもいいかなとか思ったりもうしてる時期もあったんだけど、うん、そう、ドラゴンボールスーパーはいですよ、はい、スーパーヒーローが終わって、まあ1年以上経つで、なんつうの、そろそろ新作のアニメ、ドラゴンボールのね、はい、出てもいいんじゃないかなってみんなそう思ってた時期なんじゃないかなと、はい、で最近ですよ、はい、ついに発表されましたね。出ましたね。じゃあもうコス発表してください、タイトルを。おっと。どうぞ。あれはドラゴンボールスーパーついたスーパー、ダイマ、ダイマです。ダイマスーパー使う、そう、ダイマです。ダイマ、ダイマだけですね。イエイ。さあ、びっくりですね。いや、本当にびっくりしました。あ、映画じゃないんだって思っちゃって。自分は映画と思った、ね、そう、映画と思ってたんですよ最初。うん、したら、あ、アニメシリーズなんだって。そうそう、めっちゃびっくりして、すっげえ嬉しい。でも長く見れるじゃないですか、アニメシリーズだったら。そうそう、うん、かもう来年が待ち遠しくて待ち遠しくて。そう、ちょうど1年後だよね。 ですね、来年秋、秋頃だから、だいぶ前から告知始まったね。うん、最初さ、そのてっきりスーパーの続きと思ったのよ。だからその映画で言うと、まあ、スーパーヒーローの後の話、はいはい、漫画ではそのモロ編とか、はいはいはい、もう一つなんだっけ、モロ編、
もう一個忘れちゃったんだけどその次の次のまで行ってたのよ、はいはいはい、それが続編としてやるのかなと思って。ああ、そう、自分もそれは思ってました。モロヘン見た？見てないですまだモロヘンと生産者グラノラ編だ。ブラックフリーザが出てくるんだよ。ブラック、あ、でもブラックフリーザはジャンプで見ました、うん、あ、見た、情報だけ、うんうんうん、情報だけ見て。多分ブラックフリーザが今ダントツで強いはずなの。悟空とベジータを一撃で倒したから。やば、身勝手とわがままの悟空の、やば、あの2人とも2人同時に片手で一発ずつで終わった。フリーザさんもまあ一応天才ですからね。天才あの精神と時の部屋でフリーザ10年修行したから。うわ、10年間やばいよね。やばい、天才が修行したらもってやばい。だって3ヶ月のトレーニングでゴールデンフリーザでしょ、はい、10年だよ次のトレーニング。確かにやばすぎるでしょ。もうどんどんインフレがひどいですね。そう、じゃあドラゴンボールって本当にインフレがすね、マジでやばい倒したと思ったらすぐ次の時めちゃくちゃ強いじゃん。もうすごいよね。すごい、え、今までの何だったのっていうぐらいの一瞬でインフレが起きるから。うん、だからご飯も言うてそうだし。そうで、まあてっきりそこら辺に、まあ、アニメとか映画がやるんだろうと思ったら、まあ、タイトルがダイマ。そうで、なんとあの悟空がちっちゃくなるっていうですね。悟空だけじゃないですよね。じゃない、ちっちゃくなるのね。ベジータとかもだし。あれ、これってすげえ GT っぽいよね。ねえねえ、思いましたちっちゃくなるの。うん、これ多分だけど、だから今回は公式じゃないですか、うんうんうん、鳥山先生が脚本も関わってる、うんうんうん、だから公式の GT になるのかなとか。あー、そうかも。うーん、めっちゃ楽しみです。でもみんななんかトランクスとかも赤ちゃんになってた。そうそう、赤ちゃんになってて、ゴテンとか。ゴテンの赤ちゃんって今まで出てきてなくないですか。あ、出てないね、考えたら。だってもう歩いてたしすでにね出てきた時には、まあ、そうだね、6歳7歳ぐらいだったのかな。そうだね、うん、意外となんか意外なみんなの一面が見れる気がして、すごい楽しみです。 GT ってさ、悟空だけだったじゃん。悟空だけでした、小さくなったの、うん、で今回は、まあ、ブルマも父も、うんうんうん、ピッコロさんも、で亀仙人もだよね。カメセリもちっちゃくなって、ちっちゃくというか若返ったのかな。相当若返ったのそう、あれって全員がなんかさ、なんつうの、ちっちゃくなってたわけじゃなくて、その多分何かに関わった人たちだけが小さくされてるですね、多分みたいな感じよね、うん、でその見た感じだと、その魔人ブー編、はいはいはい、ブーとバビディか、はいはい、バビーディーとなんか関わった人たちだけがその小さくなってるような気がして。あー、なるほど、うん、じゃああの後ぐらいの時系列なんですかね、すぐ。そう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 、だから今回はあれでしょ、魔人ブーを倒して神と神までの間の話、はい、あ、そっかそっか、そうそうそう、そうだ、その間のこの多分4年間の話、うん、はいはい、なんで戻ったんだろうとかいろいろ思って。まあまあ確かにえ、なんで鳥山先生戻らしたのかな。うーん、でもあれじゃないですか、うん、やっぱり続きちょっと書きたかったんじゃないですか。漫画はだってブーのとこで終了したわけじゃないですか、ドラゴンボールの連載は。あ、ウーブか。そう、ウーブで終わったけど、うん、このウーブも生まれ変わるまでって間結構空いてませんでしたっけ。そうだね、 10年でしょ。10年、そう、その10年でも思ったんだけど、ウーブの一応後でもあれ作れ、 GT って後だったよね、ウーブの後です。後です、ウーブ大きかった、大きかったっていうか、ちゃんと大人の人だった。うん、まあ、あの後でもよかったのかなと思ったけど、あえてその過去に戻す。で、あれさ、言ってしまうとその間の話だから、スーパーサイジンゴッドは出てこないじゃん。あー、確かに、多分3がマックスですね。だよね、うん、強さ的に言うと、うん、そっか、その辺どうなるんだろう。なんか新しいの出てきたら、でもそれはそれでちょっと嫌ですね、うん、でもだからスーパーサイジン4が出るんだろうなと思ってでも4、あ、そっか要は4って公式ではないじゃん。そうですね、
一応は、うんうんうん、だから、まあ、鳥山先生が描く4が出てくるのかな、まあ、ブロリーみたいな感じで、はい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 、劇場版ブロリーは、うん、ほら今まで3作あったけど、そうですね、サイドストーリーだったじゃん、はい、今回は GT もちゃんと公式の中の話に行くと考えて、うんうんうん、だからその4だけどちょっと違う見た目が少しだけのかな、どうなんだろう、あでもちょっと出てきてほしいな、4好きなんですよ、うん、4かっこいいよね、めっちゃかっこいい、うん、で今回そのだからちっちゃくなってニョイ棒とかも使うじゃん、うんうんうん、告知で見たけど、うん、なんかまたそれもなんか斬新というかですね、なんかリーチを補うためみたいなこと言ってましたけどね、うん、ちゃんとあなた読んでるわね、読みましたよちゃんとあれは読みました、そうで新しいなんかドラゴンボールワールドみたいな、はいはいはい、なんだろう、ね、だから宇宙に行くわけでもなさそうな感じ、うん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 、でダイマってなんかそのエビルみたいな、はいはいはい、意味らしくて、うんうん、まあなんの魔王とかそんな感じ、そうですね、だから大魔王とか大魔導士とか、はい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 、多分僕の予想ですよ、はい、まあバビディ、おバビディのその子孫というか、あーなるほど、敵討ちみたいな感じで、はいはい、それで今回出てくるんじゃないかなっていう、すごいありそう、ね、すっごいありえそうです、でなんか映像を見てたの分かる、ブーの時の、はいはいはい、この画面越しに、うん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 、でそれ見てそのそいつらをドラゴンボール、ドラゴンボールはちっちゃくされるじゃん、はい、みんな、はい、だからそれでちっちゃくして、ちっちゃくしてその後行ってしまうとドラゴンボールで大人になればいい話でもあるよね、うんうんうん、そうです、あでもあれドラゴンボールって普段のドラゴンボールじゃないみたいなこと言ってませんでした、あそうなの、あれ違うかな、ごめんなさい勘違いしてるかもしれない、なんかそんな感じのこと書かれてなかった、あ 誰かが言ってたんだったかな、あじゃあまあちょっと分かんないけど、うん、普通のドラゴンボールなのかなっていうあれが、そっか、それでじゃあ戻れないのかな、戻せないから、まあ、悟空たちは別にさ若返ったなら若返ったでいいんじゃねとかも思っちゃうんだけどね、うん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 、特にブルマとか気にしてたし、ドラゴンボールを若返りマシーンとして使ってましたから、ね、そう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 なんかベジータがちっちゃくなるのとかすげえ斬新だったね、うん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 なんかあのまんまちっちゃくなるのすごいシュールですよ、ね、そう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 であれさあのアニメーション見たらめっちゃ絵が綺麗、綺麗でした、 PV?PV? PV、 そうそうそう、あの大人になってるシーン、うん、大人の悟空とベジータがさ戦ってるシーンあったじゃん、うんうん、あれめっちゃかっこよかった、ね、かっこよかったですねめちゃくちゃかっこよかった、だからそうだからね期待もありつつ、うん、大魔の大魔、まあ、結局まあオチとしてはみんな生き残ってると思う、あそれは、うんうん、絶対に生き残ってる、ね、絶対あるだって神と神があるからうんうん、うん、ねえ、だから、まあ、まあ予想ではその新なんかもう一つの世界が漫画でもちゃんと公式で鳥山先生が説明してて、はいはいはい、なんか何だったかな、その海洋深海の下、はい、4つぐらいなんか世界があって、へ多分そこに行くのかなとか、あそうかもしれないですね、4つ海王神もいたじゃん、海王神もいましたね、なんか一応一緒にいたじゃん、はいはいはい、だからそこもちょっとなんか関わってて、うん、海王神もちっちゃくなってましたね、なってた、ね、なってたキビトモか、キビトモ多分ちっちゃく、うん、なってた、ちっちゃでその世界に行って多分その世界でしかスーパーサージ4になれないのかなとかいろいろ考えて、あでもそしたら、まあ、慣れそうっちゃいけそうですね、うん、この世界が違えば、そうそうそう、つじつま合うじゃないけど、なんか魔界的なとこだったら、うん、4ってちょっと魔界っぽいじゃん、魔界というかその見た目が、はい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 、うん、そんな感じしますね、だからそこでしか慣れない変身形態があって、でだから今後はスーパーサージ4出てこないのかなって、この神と神以降は、あーなるほど、そっか、そうですね、だからだってゴッドの4って絶対ゴッドよりは弱いじゃん、うん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 、
個数的にはどう思う？いやと思いますよ、うん、絶対明らかにゴッドの方が強いんじゃねみたいな、うんうんうん、見てた感じですよ。 GT まで見て、うん、その後でこれが出てきてちょっと強さのバランスどうなってんのって思った覚えがあるので、うんうん、出てきた時100倍カメハメハとか、そうそうあったっけ、100倍、10倍カメハメハ、あなんか今度のオーラはちょっと強えぞみたいなやってた気がするじゃあフュージョンして100倍カメハメハみたいな技とかもあったような気がする、はいはいはい、そう、だからまあそうだな気がする、うん、からちょっとこのダイマやるってなって、うん、GT 見返したいなって思い始めて最近、はいはいはい、だいぶ前に見てるからちょっと記憶が薄れてきてるんですよ、めちゃくちゃ GT の、うんうんうん、だからなんかこういうサブスクとかで、うん、見れねえかなって今めっちゃ探してるんですよ、うん、そうでもね GT 自分忘れてるよだいぶですよね、やっぱりね結構前だから、だから見たら多分生まれ年ぐらいだったんですよ GT やってたの。 GT は96か7とかなんか 8?98? なんかあのあたりだった気がする。自分が中1ぐらいだったから90、うん、まさに7年とかまさに8年ぐらいだ、うんうん、そうだからその後なんかあのビデオテープで自分 GT 一個一個全部見たので、あビデオで見た、ビデオで見てたんですよ小学生の時に、うんうん、だからでもめちゃくちゃ記憶がおぼろげで、うん、もうなんかベイビーまでは覚えてる、ああね、その後のあのイーシェンロンとか、はいはい、いたね、あの辺がちょっとすごい曖昧、ドラゴンボールが一人一人その敵になるでしょ、あそう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 、一個一個が、そう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 、かあまあ、ネタバレになるけどその GT 面白かったんだけど、うん、なんか終わりが切なくて、切なかったですね、悟空みたいな、そうなんかで100年後、うんうん、最後パンがばあちゃんになってて、そうそう、でその悟空とベジータの子孫が天下一武道会で戦ってたんかな、うんうんうん、やってました、そうね、まあ面白かったんけど自分もそう忘れてて、モックン特に4あるじゃん GT 好きだったでしょ、あとな百式、あの、そうですね、元百式店長、うんうんうん、そうモックンめっちゃ4好きだったね、うん、そうだからまあでもね、いやだからその1年後まであなんか頑張ろうって気にはなるよね、なったよね、うん、なりました、1年は頑張っていきます、そう本当に1年じゃダメか、アニメも見ないといけないから、うん、からアニメ何話ぐらいやるんだろう、確かになんか1年ぐらいやってほしいんですけど個人的に、いやもうほんとずっと1年ぐらいやって、でその1年後ぐらいに映画やってほしい、またうんうんうん、このスーパーヒーロー、ダイマのでもいいし、うん、スーパーヒーローの続き、あーどっちも見たいな、そう個人的には漫画は単行本の方ではスーパーの続きを続けていってほしくて、はいはいはい、はい、でアニメではダイマ、うーん別でやってほしいんです、そう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 、確かに、そしてあとまあ野沢雅子さんにもまだまだね頑張ってほしいですね、うん、まだ86って若いから、うん、全然あととりあえずあと100歳まではやってほしい、うん、あと十何年かはやってほしいね、でもなんかめっちゃ心配になりません、このぐらいの年になってきてさ、あんな悟空の薄毛、うん、うおーとかあーとか叫んでる声やってたら倒れないかな、やばいよ、だってあれでブロリーの声優さん倒れたんでしょ、マジですか、あのブロリーのあの声倒れたのあれで、あのうわーっていうずっと、そうなんですか、そうそう、あのずっとそれの声出してて、あ要はまあ声出しすぎて倒れたみたいな、はいはいはい、ちょっと酸欠っぽくなる、そう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 危ない、マジで本当にそれは気をつけてほしい、うん、だってブロリーずっとうわうん、それしか言わないですからね、そうブロリーさんあなたのお父様がやられましたよ見てくださいおめえまだ上があったんか、わかるこのシーン、あわかりますわかりますそう懐かしいそうフリーザがやっといて、うん、名演技だなと思いましたよ、うんそうね、じゃあ改めてちょっとまあドラゴンボールをまあいろいろ振り返って、まあ個数は何編が好き、あーって言われたら、うん、やっぱいっぱいあるな好きなの、あ好きなシーンでもいいし、
好きなシーン、うん、好きなシーン自分あっちなんですよ、うん、ベジータが魔人ブーと戦うときに、はいはいはい、あ魔人ブーではないか、あのほらこのキビトでしたっけ、あの洗脳するやつはバビディがやってたっけ、 M ってこう下に出るバビディがやってたっけ、うん、でその時になんか洗脳されなくて、うん、っていうか自分の意思でめっちゃ抗って自爆するシーンあるじゃないですか、うん、あ初めて自分以外のもののためにそうベジータがね、そうそう、あっちめちゃくちゃ好きなんですよ、いつも泣いてる気がする見るたびにトランクス、そうトランクスになんか託すじゃないけど、ブルマを、気持ちを、そう母さんを大切にしろよ、そうあっちめちゃくちゃ好きですね、さらばだ、トランクス、ブルマ、カカロット落ちてない、あれは確かに泣けるよね、そうあっちめちゃくちゃ好きですね、あれはまあ確かに名シーンやね、うん、ベジータがちょっとなんだろうね、人間の心というか、まあ、それ以降のベジータってすげえちゃんとね、子供育ててるよ、ね、そう育児、ね、やってますね、うん、スーパーとかね、スーパーめちゃくちゃやってますよね悟空よりちゃんとやってるよね、悟空はあいつはダメですよパパとしてはもうダメだ育児放棄してるしもういなくなるし、うん、そうね、自分はどこかなとか選べないんだけど、うん、意外とまあいっぱいあるんだけど、ヤコンと悟空の戦いも好きなのよ、あ、まあ、あの戦いとか結構好きで、はいはいはい、その悟空があの世に行ってて、はいはい、で戻ってきて悟空の強さがまだ未知数というか、うんうんうん、そのどれぐらい修行したのか、うん、分かんない、うん、状態、うんうん、でヤコンがこの暗闇にして、うん、それを見せるためスーパーサイジンになって光のエネルギーが好きだから、はいはいはい、そのスーパーサイジンの光がすごい美味しいみたいな、で食べるじゃん、ありましたね、そうでお前のそれ美味しいからもっとくれみたいな、はい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 、言ってじゃあいいぜごちそうしてやるよって言って、うん、一瞬だけボンって出しちゃったじゃん、はいはいはい、でその時にベジータがあのカカロットもやはり超えたかみたいな、スーパーサイジンの壁はみたいな、はいはい、だからおこの時点でもうなんつうのセル編の時のご飯より強くなってるんだなと思って、うんうんうんお、やっぱ悟空やるねとか思って、とかあのシーンとかも意外と好きで、はいはい、あとスーパーサイヤ人3が初めて出た時とか、あー確かにあの時も、うん、空中戦でしたよね、空中戦でしたよね、そうあれはびっくりしたね、うん、当時見てて、うん、顔がピッコロさんみたいになるよ、ね、あーそうだ、なんか前目の上がポコって出てきて、そう眉毛消し飛んでますからね、消し飛んでるあれすげえ不思議なんだけどなんでベジータは3になれないんだろうね、あ確かにならないのかなれないのかどっちなんだろう、ならないんじゃないですか、ならないのかな、多分なんか髪が伸びるのが気に入らんとか、なんかそういう理由っぽくない、うん、ありえそう、なんかありそうだよねありそう、なんかありそうだって、なれるはずなんだよ、なれるはずで、だって悟空が慣れてるんだから、うん、俺もできるはずみたいな、そういうプライドが絶対あるじゃないですか、ベジータは。だから慣れはすると思うんですよ、ゴテンクスもなったじゃん、スリーに、ってことはベジータも絶対慣れるのよ、うんうんうん、だから多分見た目とかそのあれが気に入らんみたいな感じかな髪が伸びるのがサイヤ人は気に入らんみたいな、かも、でも 4も長くなるけどな、4にはなってましたよね、4だからどう、まあ、別だからかなどういう感じでいくんだろうね、うん、ドラゴンボールだからもう、いやもうね、いろいろありますよ、ベジットもかっこよかったし、うんうんうん、ベジットとブロあのゴジータどっちが好き、うわどっちだろう、あ個人的にはベジットっすね、それは見た目一緒、自分ベジットなのよ見た目完全にあのなんだろうね、ベジットのこうベジットソード、はい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 、あれがかっこよくて、あわかります、なんかスマートな感じしません、ベジットの方がなんていうの、シュッとしてる、そうシュッとしてるゴジータはちょっと筋肉質で、うんうんうん、だけどベジットはちょっと知性があるというか、そうそう知性あるよね、なんか、うん、それが言いたかったそれな、
あと服装がかっこいいな。わかります、あの服好きね。だからそのまあ次もしさ映画でやるならベジットの戦いってめっちゃ短いじゃん。短いですね、ポタラだから。そう、あのほらあの誰だっけ、スーパーサイジンロゼ、はいはいはい、と戦った時も、うん、すぐだったじゃん。すぐでしたね、溶けて早かった。あれめっちゃかっこよかったね。かっこよかった。だからロゼ の, あの服も好きなんですよ。同じ似てないですかね。似てるからロゼかっこいいよね。かっこいい、めっちゃかっこいい、ピンク色のね、超好きです、スーパーサイジン。ファンの間でもロゼめちゃくちゃ人気だしね、うんうんうん、あのナルシストキャラ、うん、本当に今までいなかったよね。いなかったっす、ね、で剣も出しよったじゃん、うんうんうん、どうだ美しいだろうとか言って、うんうん、多分敵の中で今までで一番かっこよかったのはロゼだと思います。自分もそう思う。で僕の中では一番かっこ悪いのはジレン。あ、まあまあ、見た目の話ですよね。見た目は、ね、見た目の話です。じゃあ俺ジレンさ変身するのかなと思ってたのよ。あ、変身しそうな感じですよね、うん、あれで行くのかなと思ったら、うん、マジであれで行くんだと思って、うん、なんかなんだろう、もろ宇宙人みたいなですね。まんま宇宙人、顔がもうそう。これ今までの敵でまあほらフリーザとかもなんやかんやで変身してかっこよくなってたし、はいはいはい、セルもかっこよくなったじゃん、うんうんうん、でブーも、まあ、なんやかんやで かんやで、うん、そうですね、スマートにになってで、まあ、ロゼも合体したよね。ロゼはかっこよかったけど、ああの誰だっけ、ロゼともう一人歪んだ海王神、あ名前出てこねえ、誰だったっけ。でポタラで合体して白髪になる。そうですね、うん、そうそうそう、それでそのそれがあまりにも強いから悟空たちもベジットになって、うんうん、神の力はこんなもんかみたいな感じで倒しかけたけどこうほどけて、はいはいはい、でそのもうあれだったよね、その最終的にその星ごとなってたよね。なってました、星ごともう消す、うん、消すみたいな。で悟空がその 前王様からボタンもらってて、うんうん、それを押したら前王様が出てきて、うん、もう倒す方法としてはこれしかないみたいな、うんうんうん、で消しちゃうみたいな、うん、だから前王様も可愛い顔してすごいやることやってるよ、ね、うん、本当にパッて消しましたからね。消えちゃえ、消すのね、消すのねってあんなすぐ世界消されてたまるかって思いましたけどね。ねでも瞬殺だったよね、瞬殺。じゃあちょっともう一回 CM 挟んで、はい、なんかそうね、まだまだドラゴンボール、語っていきましょうか、はい、じゃあちょっと一旦 CM の方を挟みたいと思います。孫悟空、これが完全体だ。お前サタンいじめるな、クッキーになっちゃえ。ワクワクしますね、まずはおめでとう。さあということでドッカーレディオ放送中でございます。さあね、コスとね意外とそのたまにほら LINE するときに、はい、もうほぼ 100% ドラゴンボールの話なんですよ。120% ぐらいかな、ね、120% ぐらいドラゴンボールの話本当にそうよね、マジでそうなんですよ。でなんかたまたま YouTube の見ててなんかねドラゴンボールのなんかもしもシリーズみたいなありますね。すげえなんつうの、くだらないっちゃくだらないんだけどあのいいとこをついてくる YouTube があるよね、うんうんうん、めっちゃ面白いです。あれなんタイトル何だったっけ、もしも何だったか、ドラゴンボールもしイフシリーズみたいな、うん、あのチャンネルを周りで知ってるのは多分コッスしかいないのよ、僕の周りでは。自分もでもマキーさんが送ってきてくれて、うん、それから見るようになったんで、うん、そう。これ何が面白いかって、多分
5分ぐらいかな動画の時間って3分とか5分とかで、ね、うん、この声がめちゃくちゃまず似てるのよね。似てるみんなの、うん、本人かなって思った最初、うん、ぐらいの本当クオリティよね声は。めちゃくちゃクオリティ高いです。で絵は絵もなんかうまいんだよなまたこれもなんだろう誰が描いてるんだろうって思うぐらい、うん、すごい見てほしい。しかも結構な作品あるよねそれ。結構ありますね。だいぶ自分もだ 10個ぐらいはもうかん見てる見てるあのだから多分再生回数が結構高いやつでは身勝手の悟空とかがそのタイミングを間違えたゴールデンフリーザみたいな復活のタイミング間違えてもうすでに悟空は身勝手になってて、はい、もうご飯はビーストになってて、うんうん、ピッコロオレンジピッコロで、うんうん、ベジータもわがままになっててでフリーザーそれ見てびっくりして、まあまあもしも話だからもしも、うんうんうん、でなんかねもう逃げようとするけど、うん、悟空たちがいやまだまだ変身できるんだろうみたいな、うん、見せてみろよみたいな。めっちゃ煽るんですよね。そうそうめっちゃ煽るめちゃくちゃ煽るめちゃくちゃ煽っていやだからそういうのがなんつうのありそうで、ありそうっちゃありそうだけど、うんうん、ありえないじゃん。ありえない。だけどそれをいいとこでついてくるから。そうそうそう。めちゃくちゃ面白いです。面白い。すっげえシュールだし。シュール。何タイトル覚えてる？あるなんか。一個、うん、あの浮かするタイミングが悪すぎるセル。ああはいはいはい。あれかな？ご飯とブーが戦ってる時ぐらい。そう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 。にセルが戻ってきたとか。出てきたやつ。ああ、そうタイミングが悪い。タイミングが悪すぎるって。これね、多分リスナー、ドラゴンボールファンのね、全国の皆さんはね、多分このチャンネル知ってる人ももちろん多いんじゃない。うん、再生回数も何気に結構あるから。あじゃあ多分みんな見てるかもしれない。見てほしい。だってこれ面白い。フリーザが。あのだから義乳とか連れて旅行行ったりするじゃん。うんうんうん、ありましたね。そう。あの面接するやつも面白かった。あ面白かった。フリーザ軍面接とかでしょ。フリーザ軍面接。あれ受けたよね。超面白かったです。ブロリーもいたっけ？ベジータとか。ブロリー出てきてた気がする。ベジータあと誰だったかな。すごい面接敵向きだしのやつとか。そう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 。フリーザに対して。そう。だから普通にだからあれもあるじゃん。しかも絶対にありえないのが鬼滅の刃ともコラボしてるじゃん。そう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 、赤座が仲間になり、うん、なろうと来たらみたいな。そうそう、これ来て悟空たちのなんかそのオーディションみたいな感じで、うん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 、そしたらあの時給いくらですかみたいな。 そうそうそう、そんなのはないとか全部ブラック企業みたいな。だいぶブラックでしたねいやいろいろあって、めっちゃ見たよ俺多分相当個数に送ったはずよ。めっちゃ送ってきてます。全て見てますこれ見てほしいなみんなに。あの忘年会とかもあったんじゃない。忘年会あった悟空とかフリーザとかベジータとか。あれはでもなんかすごいかわいそうです。うんやばいね。どんなんがあったかな。あなんか威張りすぎたら、あ精神と時の部屋で修行しすぎたとか。シリーズ悟空とご飯がなんかすごいことになってて、そう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 いやだからそのシリーズもあるし、もうなんかとにかくもしもシリーズ、うんうんうん、ナッパがだからベジータに消されるはずだったナッパがそれに頼るとか。ああったあった、あるよねありました。あれ生きてるみたいな。あとヤムチャに倒されるナッパとか。そう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 本当にもしもシリーズいやだからそれもね含めだから多分毎日ほぼ毎日更新されてるのよ。毎日作るのすごいな。誰が作ってんだろうね完全非公式だけど、うん、それがまあまあまあ面白くて、うんうんうん、なんだろうね、なんかドラゴンボールな作ってる人もすげえドラゴンボール好きなんだろうなとか、うんうんうん、だいぶ細かいところがね、うん、キャラが崩れてないのが面白くて。そういやいいねドラゴンボール。いやだからこのなんかドラゴンボールってなんか不思議なのが、うん、なんかさ例えばどのところから見ても面白いというか。あー確かに。なんつうのあのね
今でも普通に宇宙サバイバル編のはいはいはいラストの戦いとか見たりするのよ、はいはいはい、へえ、うん、あのフリーザと手組むじゃん、はいはいはい、やってましたね。なんかあれシーンもかっこよくて、うんうんうん、あの私との約束覚えているんでしょうねフリーザ、オラおめえが約束を破んねえ限りオラも破んねえ、そいつはおめえがよく知ってんじゃねえのか、あなたの甘さにはヘドが出ますが今だけは感謝して差し上げましょう。二人とも仲直りは済んだか、死んでも治りませんよ。ガッ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 ガチだぜ。そう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 。わかるでしょ。わかりますわかります。私を投げ飛ばしなさい。わかった。フリーザがジレンごと自分なんかね落ちようとしてるみたいな。それで悟空がうわーってもう、うん、残り少ない体力で、はい、こう飛んでから。ちょっとスーパーサイジになりかけみたいな、うんうんうん、分かるでしょ、ポッポッポってなってる、そうそうポッポッってでフリーザと一緒にこう、はいはい、ジレンをこう押し倒すというか、うんうん、であん時すげえ泣きましたね、もう確かにすげえ熱い展開だった、うん、あれはこれが第七宇宙の力地絆、うんうん、みたいなジレンが言って、うんうん、落ちてで17号がこう残るんだよね、うん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 、で17号はその全ての、第1から第2宇宙12宇宙か、うんうん、12だ滅びた亡くなったのを復活させてくれみたいなことを言って、うんうんうん、なんかそれ以外の願いだったらやばかったんだよね、うんうんうん、結局はそうするかどうかを見極めるための大会だったっていう、そう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 いやーでも結構さあの試合ってさまあ宇宙サバイバル編の話になるんだけど、うん、あれって1時間だよね。そうそうめっちゃ思いましたよ、うん、めっちゃ思いましたよ、なんかあれみたいな、あと10分なんかめっちゃ行ってないみたいな、そうそういつになったらこれ終わるんですか、そうそう明らかに1時間過ぎてるよねそう過ぎてるセリフの量とかで絶対過ぎてる1時間やで、多分今までのバトルで一番短いよね短いです、そうなのよ1時間であれ宇宙の運命決めてるから全てのすごいですよね、もうあっちこっちで瞬殺されてるわけですよね、そうそうそう考えたらね1時間だったら、だからジレンとか途中で休憩入ってたの分かる、うん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 、あれって数秒ぐらいでしょ、だからだと思います、1秒とか2秒ぐらいの休憩でしょ、うん、身勝手の極意もなんやかんやで1時間で3回発動させてたから、うん、割とすごい速度でやってますね、やってる、いやだから1時間残り2分とか、うんうんうん、やってた残り2分、残り2分が3ヶ月ぐらいあったけどいやだドラゴンボールってこの面白いのがフリーザ編、はい、フリーザ編も1週間の話、あれ1週間しか経ってなかったです、悟空がほらあっちに行くまで、はいはいはい、で1週間だったじゃん、あそっか、そう、まあ悟空で考えると1週間でついて、うんうん、でその日にフリーザ倒してるのよ、うん、そっか、義乳隊と、義乳特戦隊とも戦ったのその日じゃん、はいはいはい、でメディカルマシン入って、そうですね、入ってでフリーザーと戦ったのって1日なのよ、その日で倒してるのよ、そうですね、そうだ、そっか、そうよ、1週間をめっちゃ長かったですね、そうフリーザ編、フリーザーと実質戦ったのって1日だけなのよ、その日だけ、そっか、でスーパーサイジになってる、はい、インフレがすごすぎて伝説のスーパーサイヤ人になって、その日でなってるからすごいよね、うん、ドラゴンボールあるあるとしてはそれまでの期間が長い、戦いまでの、わかります、2年後とか3年後、めちゃくちゃ長いだよね、うん、じらしますよね、じらす、悟空来るまでそうそうそう長いんですよ、ギリギリまでねよっくりりんが悟空早く来てくれ、そう、お前戦闘狂のくせになんでこの戦闘の場にいないんだって、そう、それな、そう、一番戦うの好きなのにね、うんうんうん、であれでしょ、セル編も、まあ、セル編が長かったのかな、戦い自体は、まあ、セルゲームは1日だったか、うんうんうん、は1日です、でブーの話って1日の出来事でしょ、悟空がだって生き返ったのって1日だけじゃんそうですね、あれ1日の出来事になるよ、そっか、あの話ってだいぶ長いな、そう、ブーもっと長かったな、ね、
じゃあ思わん、すごいドンピシャで、悟空ってその日に帰ってきてブーがその日に復活するって面白くない？おタイミング的に、はいはいはい、どんなタイミングだろうと思って悟空が引き寄せてるんじゃないかな、あ戦闘をコナン君みたいな、だから、まあ、言ってしまうと、まあ、コナンもですよ、あの毎回思うんですけど事件起きすぎやってコナン君がいるから事件が起きてるんじゃないかみたいなそう多分あの状態です。あれってさ名探偵コナンって多分半年ぐらいの話でしょ、まだだと思います。もうんうん、めっちゃ短かったです。短いしその間に事件なん相当起きてるよねだいぶもうだ何巻今出てます漫画 100? 超えてますよね。超えてる、止まってるけどどんぐらいいってるかな。いや普通に考えても小学生の子たちも、うん、普通に殺人事件が起きてるのに冷静だし、うんうんうん、いやいやいやおかしいってってあの街呪われてるぜとか思って、だいぶ呪われてますよさあ残り時間があともう3分ぐらいか。お宇宙サバイバル編で言うとこれぐらいなんですよ、だから試合時間って。そうですね、これぐらいであんなに詰め詰めで。そうコスなんか告知とかある？まあこれ放送が11月8だからそれ後とかのなんか、おおなんか最近イベントとか出れてないので、なんかねドラゴンボール関連とかね。そうですね、ドラゴンボール関連告知なんかあればいいけど、うん、特に今やる予定もないので、うんうんうん、いずれあの今お世話になってるバーでまた、うん、ドラゴンボールイベント打てたらなぐらいは思ってますって言っときます、うん、なるほどねでやるってはまだ決まってないので、そう近いうちにやりたいです、やりたいといういやーまあねやっぱいやもう多分ねもう時間気にしなかったらもっといけるのよ、うん、もう全然いけるね、うん、全然喋れます、まだ喋り足りないそう、ね、ちょっとだけかあのいい話すると、あまあ前も言ったかもしれないんだけどドラゴンボールってあの悟空、まあ多分言ったと思うんだけど悟空たちは最初ドラゴンボール集めるためにみんなそれぞれあのブルマは彼氏が欲しいとか、うんうん、でヤムチャも恋人が欲しい、結婚したいとか、うん、それぞれなんか私利私欲の願いがあって、でも結局ドラゴンボールの願いで叶えた願いってパンティとか誰かを生き返らせるとか、うんうん、自分だけの願いじゃなくて、結局だけど悟空たちは悟空は自分の自身の力で強くなったし、ブルマも自力で恋人探したし、うん、ヤムチャもみんな自分の力で願い叶えてるの、ドラゴンボールに頼ってないのよみんな、うん、願いはだから生き返らせたりその自分だけの願いではないのよね、私利私欲の、だから そこがすごくて、結局自分たちでちゃんと力で願いを叶えていってるっていう、うんうんうん、ドラゴンボールって、あ確かにそうそうだ素晴らしい、そう考えると、うん、ああちゃんと悟空たちはそれを証明してるっていうか、うん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 、だからあ敵ぐらいじゃん自分たちの、そうですね、うん、なんかあれに使ってるのって、うんうんうん、悟空たち本人は実際は使ってないっていう、はい、まあブルマはまあスーパーになってからはだいぶ私利私欲使ってますけどね5歳だっけ若返ってんのうんうん、まあ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 そこまでいったらいいのかな、そうだから怒って GT でドラゴンボールたちが反撃してくるんだよ、ああ話をこの間しましたなるほどねそういやーどうなるかな大魔、いや鳥山先生ちょっとねラジオ聞いてたらちょっとね今後の予定教えていただけると気になる気になる、鳥山先生って一切表に出ないじゃん確かに、なんかこの間元職場に行ってサインが飾られてるの見て、あすっげえびっくりしました、えってそれそうそれ聞けばよかった、もっと早めにまた今度ねえ、そうだよね、うん、今でももちろん飾られてました、やば偽物だはずよって言われたけど偽物ってことあるって思ってちょっと真偽を後で写真見せますね、偽物だったらウケるんだけど誰がね得するんだっていう、本当にさあ、ということでね本日は、まあ、ただただもう本当にドラゴンボール好きな2人が本当に台本もなしでただただドラゴンボール語るっていういや楽しかったです楽しかったね、楽しかった、いやまあということでね、コッスーまた
ね、またドラゴンボールの回でお会いしましょう、はい、ぜひお願いします。今日の、ゲストはあ、コッスーでした。はい、ありがとう。みんな絶対また来週も聞いてくれよな。バイバイ。バイバイ。